いやー参ったわ。11話マジ楽しかったね。先週からずっと待ちに待ってたんだけれども、こんなに面白いと思ってなかったな。まずはこの輪を3つの部分に分けると、前半はもうピュアなコメディとスライムのハレム的なことが起こりました。そして次は一番面白いところなんだけれども、ガビルの登場。ガビルが前の輪でクソバカだと思ったんやけど、実はもしかして天才かもっていうふうにはちょっと心が変わりました。あと、ゴブタには非常にびっくりしましたね。あと、最後の3話は、その、オークに対する戦略会議とドライアドの、参上でございます。では、一部のところに見ていきましょう。まずは、シオンとシュナのハーレム的ライバルについてものすごく明らかになりました。どうやらスライム君は自分に似たようなちょっとこうやって丸いぷにょぷにょしたものが好きっていうことなので、おっぱい美人の強乳シオン自分の秘書に選んだようですね。まあ典型的なハーレムなんですけれども、シュナもかなり頑張ってます。2人がこうやって戦ってるシーンもあれば、まあ、典型的なアニメのこういうハレムシーンと言えるんですけど、なんか化け物とかスライムとかが誕生するので、ちょっと新鮮感があって面白いと思います。あと、もう一つのこういうアニメのトロペ、決まり事があるんですけど、シオンはもう美人やし、かっこいいし、だけど料理はできない。ということになります。しかし、なぜか自分が料理できないっていうことは、自分は分かってない。よくアニメのパターンなんですけれども。でも実はこれも、ちょっとストーリーについてはインパクトあるかなと思って、ゴブタが実は、そのご飯を食べて、その彼女が作ったご飯を食べて、死にかけるんですよ。その死にかけることによっては、毒性に対する耐性ができました。これは後々の話では役に立つんじゃないかなっていうふうには思います。収めるとこのセクションはものすごくアニメの典型的なコメディなんだけれども、新しい環境、この異世界の中っていうことなので、まあ新鮮感があったかなと思うんです。あと、主人公がスライムっていうところはやはり、見る目が変わってきますよね。だってハーレムがいてもさ、スライムだから何もできないじゃん。はい。では次には俺の一番好きだったところは、ガビルとリムルの遭遇でございます。前の話で俺勝手に勘違いしたのが、ガビルは今からオークロードを戦ったかって、もう死んでいくんじゃないかなと思ったんだけれども、そうじゃなくて、彼はやっぱり父様が言った通りに、ゴブリンの同盟を作っていってる。それで、700ゴブリンか何かを、集めてるんだけど、リムルたちと同盟を組もうと思ってたら全然できたと思うんだけど、そういうスタンスでは全くなくて、真逆で、俺はお前らを救えるからてめえらは俺のもんになれみたいな感じで来るんですよ。で、我々はリムルがもう史上最高の選手だと分かっているので、これはうまくいかへんなっていうふうには分かっちゃうんですよね。あとリムルだけじゃなくて、彼の怪人の友達もいるし、ホブゴブリンの友達も横にいるじゃないですか。なのにそのトカゲくんが全く理解してないっていうのがまた笑ける。自分の身の程を知らないっていうところですね。そしてガビリオがどれだけやらかしてるっていうことを分からず、ずっとリムルの悪口を言っていく。で、だいぶピリピリした状態になって、なぜか、ゴブタが彼と戦うことになっちゃう。そこで、リムルの一言。お前が負けたら、また、塩のまずい料理食わないといけないよって、いうことによって、めちゃめちゃゴブタが炎上してて、よし、頑張るぞーっていう風になっちゃうんですよ。そこで、ゴブタが、見直されるべく、シーンがあります。まるで忍者みたいに、ふよーって影
テレポーテーションみたいな瞬間移動やっちゃって、それで自分がリムルに食らわされた同じようなキックをガビルに食らわす。で、ガビルがたった一蹴りでバンダウンされる。いやー、よかったな。ほんまよかったわ。めっちゃ楽しかった。これからはガビルがものすごい楽しいキャラクターになるかなと思う。どんだけバカ、どんだけ笑けるっていうことがいいんですね。あともう一つは、ゴブタのもう一面を見ることによって結構尊敬できるようになりましたね。また自分がやられた一撃でガビルをやるっていうのがなかなかいいところだと思いました。これ絶対に俺の一番好きなシーンでした。で、最後には今後の話につなぐためのシーンがあって、じゃあオークたちの軍隊にどうすりゃいいっていう、20万人のオークたちがやっぱりオークロード、じゃあオークロードはどうすりゃいいかって。で、リムルは多分10万ぐらいのオークは片手でできるんだけど、その他の10万円のオークたちはどうすりゃいいんかっていう話になっちゃうと思うんだけれども、そこでセクシードライアドちゃんが出ちゃうんです。出るっていうか入っちゃうんですね。で、彼女の依頼で、お願いだから、オークロードを殺して、リムル君って聞いちゃうんですね。そこでストーリーが、はい、終わりました。けれども、この話では新しいキャラクターも誕生しました。すごい楽しかったです。そして、怪人の間のこういうライバル関係があるとか、ちょっとバックストーリーを知ることによっては、もうちょっと、彼らがもうちょっと三次元的な、性格になっちゃうんです。まあ、キャラクターデベロップメントと言いますね。そして次のエピソードもまたすごい楽しみですね。絶対にもっとドライアドの話を聞くし、今後はオークロードについてどうすればいいかっていう話になっていくので、皆さんは楽しみに待っていけるかなっていうふうには思います。皆さんの今回の話は、どのようなインプレッションがありましたか、コメントの方で教えていただければと思います。また面白かったら、登録といいねもお願いします。では次のビデオまで、おおきに。